は現役アスリートがトレーニングをする姿を見てほしいと思う。ドン。はい、おはきゃみ TV かなこです。よし、それでは今日は胸の日なので胸のトレーニングをしていきたいと思います。 Girl 世界2位の女、胸の日。よし、ウォーミングアップ終了。私は肩周りがすごい弱いので肩周りを整えていきたいと思います。こわばりはなくなりました。なので今からちょっとインナーを鍛えていきたいと思います。とりあえず肩が全然違います。今めちゃくちゃ整ってる状態なのでこの状態で胸を鍛えていきたいと思います。世界2位の女、胸の日。水が通るのがすごいわかる。多分水分不足ですね。私は普段あんまり水分を取らないんですよ。まあこれは本当にいけないので改善していきたいと思います。ちゃんと、まあこれから夏も来るので熱中症とかにならないように皆さんも気をつけてください。そう、熱中症、去年世界大会に行ったんですけど、まあ、水分を多分取らないせいだったと思うんですけど、レッスン中にすごい気持ち悪くなって、まあ、頑張ってレッスンしてたんですけど、まあ、その帰った日にもうなんか体調がすごい悪くなってでぶっ倒れたんですよ。そしたら、まあ、多分なんですけど熱中症でもう1週間ぐらい寝込んでました。世界大会の2週間前ぐらいだったかな。もうあれ、もう人生で一番しんどくてっていうエピソードがあります。なので皆さんも気をつけてくださいね。まあ、ちょっと話長くなっちゃったんですけど、次は胸を鍛えていきたいと思います。まあ、胸を鍛えるとこう女性だったらバストアップとかもう綺麗な胸になります。男性だったら多分一番憧れる場所なんじゃないかなと思います。ちょっと追い込んでいきたいと思います。補助がいないんで頑張ります。よし、行くぞ。悔しい、痛え、めっちゃ胸痛い。あ、もう減量っていうか今2ヶ月腹筋チャレンジしてるじゃないですか。それを始めてから全然重量が持てなくなっています。その食事とか気にせずにやってたら上がると思うんですけど、今日は失敗です。減量っていうかその2ヶ月腹筋チャレンジが終わってからまた頑張ろうと思います。よし、もう結構もう今ので胸きてるんですけど、次はフライいきます。
むちゃくちゃいい感じです。もう私の場合かなり胸に来てるんですよ。てか胸はなんかどこの筋肉に比べても来るのがめっちゃ早いです。私は結構こう種目は少ないと思います。次がラストです。まあ、ラストはあの腕立て伏せで追い込みます。よし行こうか。なかなかきっつ、まあ、私の場合腕立て伏せはこの手と手の間に胸を入れることでめちゃくちゃきます。次はまたちょっと違う腕立て伏せをやります。やりきった、完璧。ラストはクールダウンです。世界2位の女クールダウン。最後はクールダウンに入りましょう。私がいつも行っているクールダウンの姿です。まず瞑想をして何も考えずに無心の心でいます。そこから手を伸ばして背中の横を伸ばしていきます。そして反対に変えます。ぐーっと痛気持ちいいなというところまで伸ばしていきます。これね本当に気持ちいいんですよ。トレーニングが終わった後のストレッチは神じゃなくて神。そして胸を伸ばしていきます。今日ねたくさん使ったので胸をストレッチさせて休めてあげましょう。すごい気持ちいいんですよ本当に。胸をね開くとより伸びると思います。もうこの時に考えてることはあー頑張った自分に拍手っていうのと、もう今日も本当に頑張ったんで、またどれぐらいの期間をかけて体が変わるのかっていうことを考えています。本当にここはもうリラックスタイムなので、まあ無駄なことは考えないようにしましょう。もうストレッチって本当に体が軽くなるんですよ。多分やったことない人は本当にやったら体が変わります。マジで。はい、頑張りました。本当にありのままの私の筋トレ姿です。結構胸きやすくて胸の筋肉がプル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 してるんですよ。もうなので結構かなり今来てます。もうたった本当に3種目だけなのにめっちゃ来てます。でも本当に胸を鍛えることでこうやっぱり女性らしさというか一つ綺麗な体になれたんじゃないかなと思います。まあ、なのでこう女性の皆さんだと筋トレをすることでこう筋肉が大きくなっちゃうんじゃないかなとか、ちょっと嫌だなっていう多分思いがあると思うんですけど、もう全然そうじゃなくて筋肉はなかなか大きくはなりません。ぜひ筋トレをしていただいて一緒に綺麗になっていきましょう。ということで今日はこういつもと違う動画になってしまうんですけど、よっしゃ俺も頑張ろうとか私も頑張ろうって思っていただけるようにこれからも頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。